皆さん、こんにちは。広ろくまです。今回も動画をご覧いただき、ありがとうございます。それでは、今回は。台湾有事が起これば、中国は日本に対してサイバー攻撃を行い、停電が起きたり、ネットが繋がらなくなり、情報が得られなくなる中で、ミサイルで波状攻撃するのではと言われています。そんな中でサイバー攻撃から守る法整備は急務ですが、その担当大臣は河野太郎氏です。そこで法整備の遅れを気にしている高市大臣が、 法整備を心待ちにしている。と、河野氏へプレッシャーをかけましたので、今回はこちらの情報を紹介いたします。それでは、まずはこちら。読売新聞。高市氏重大なサイバー攻撃防ぐ。能動的サイバー防御の法整備。心待ちにしている。平時から監視。通信の秘密との兼ね合い課題。高市経済安全保障省は3日。重大なサイバー攻撃を未然に防ぐ。能動的サイバー防御について。 自身の X 旧 Twitter に河野デジタル省の所証分野だが法整備を成し遂げてもらうことを心待ちにしているなどと投稿し導入の早期実現を求めました後ほど実際のポストを紹介します能動的サイバー防御は平時から情報システムを監視して攻撃の予兆をつかむため憲法が定める通信の秘密との兼ね合いが課題です高市氏は 通信の秘密と公共の福祉との関係を明確にし通信の秘密を規定する電気通信事業法を改正するべきだと指摘しましたネックがこの憲法が定める通信の秘密です本来であれば憲法改正をしてというところですがご存知の通りそれはハードルが高いですしかし今国会で内閣法制局が憲法改正をしなくとも法改正で可能だとする答弁が得られましたのであとは法改正を急ぐだけとなっています 早くしなければいけません。そこでこちら、高市大臣のポスト、憲法記念日に合わせてポストされています。今日は、憲法記念日ですね。ACD、能動的サイバー防御を可能とするためには、少なくとも、電気通信事業法、不正アクセス禁止法、刑法に加え、ACD について一元的な権限と責任を担うことになる行政機関の設置法など、 複数の法律を改正しなくてはなりません。高市大臣曰く4つの法改正が必要だと指摘されています。そうなると一つ一つの法改正で審議をしないといけないので時間がかかります。なので早く取りかからないといけないわけです。例えば、平時からサイバー空間を探索し、大規模サイバー攻撃の兆候があれば、早期に攻撃者を特定して、攻撃を妨害するためには、日本国憲法、 第21条の通信の秘密は、これを犯してはならないという規定によって、情報収集や同志国との情報共有に制約がかからないように、第12条、第13条の公共の福祉との関係を明確にした上で、通信の秘密を厳格に規定している、電気通信事業法を改正するべきです。この、電気通信事業法が厳格なのでネックのようですね。そもそも、 日本国憲法制定時にはインターネットはなかったのですからそもそも憲法改正ができるようにしないといけませんねこれは私のこちらの動画でも紹介しましたが岸田首相は退陣か憲法改正をやりきるかのどちらかぐらいの覚悟でいるようなので最終手段として会見解散もありえると考えられますこちらの動画は動画の最後におすすめで表示をさせておきますぜひご覧くださいそして通信の秘密とは 通信の内容や宛先を第三者に知られたり、漏洩されたりしない権利のことを言います。憲法第21条2項は、検閲は、これをしてはならない。通信の秘密はこれを犯してはならないとして、通信の秘密を保護しています。しかしサイバー攻撃の予兆があれば、宛先を第三者、つまりサイバー防御をしに行く政府に知られるわけですから、この通信の秘密がネックになるわけです。この点。 今年2月5日の衆議院予算委員会で内閣法制局長官が憲法第21条2項に規定する通信の秘密ということが中心かと思いますけれども通信の秘密はいわゆる自由権的自然的権利に属するものであるということから最大限に尊重されなければならないものであるということでございますけれどもその上で通信の秘密につきましても憲法第12条 第13条の規定からして「公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があるというふうに考えております」と答弁されたことは法整備に向けて大きく道を開くことにつながったと期待しています。つまり能動的サイバー防御は公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合」という答弁を引き出したので 憲法法法改改正正ををせずでででで対応ききるとといいうここ内閣法制局が認めたわけですこれは大きいですよね河野大臣の所掌分野ではありますが重要インフラへのサイバー攻撃が増加する中国民の皆様の安全を守り抜くためにも ACD を可能とする法整備を成し遂げていただくことを心待ちにしていますさあ2月5日に内閣法制局が認めたわけですから国益を考えるのであれば河野大臣本間に配用してよ。 ということを憲法記念日に合わせて主張されたわけです。仕事が早いと言われる河野大臣は何をやっているのでしょうか中国企業ロゴ問題もまだ報告がなされていませんね。もしかしてそれが影響しているのでしょうか高市大臣は以前からサイバー防御も所管したかったと言われていましたから、譲った方が良いと思いますね。そこでこちら。国民民主党の玉木代表のポスト。憲法21条の通信の秘密との関係で言えば、 公共の福祉の観点から必要やむを得ない限度において一定の制約に服すべき場合があるとの考えに基づき国民民主党もアクティブサイバーディフェンス法案を作成し提出しました政府においても河野大臣のお尻を叩いて ACD 法案の早期制定をお願いします国民民主党はもう法案を提出されたそうです仕事が早いですよね河野大臣は何やっているのでしょうか 高市大臣にお尻をペンペン叩いてと玉城代表も言っていますねそこでこちら「ドットコム悲しいお知らせ」があります「サイバー防御法案今国会見送りへ通信の秘密議論進まず」これは4月30日の記事ですので当然高市大臣も把握されていて憲法記念日の5月3日にポストされたわけですサイバー攻撃の兆候を捉えて事前に対処する能動的サイバー防御をめぐり 政府は今国会への関連法案提出を見送る方針を固めました複数の政府与党関係者が30日明らかにしました憲法が保障する通信の秘密との整合性などの議論が進んでいないためですまあ現時点では有識者会議もこれからですので全く議論が進んでいない状況ですそりゃ6月23日の会期末までには全く間に合いませんので法案提出は早くて秋の臨時国会になるでしょう 能動的サイ,バー防御はサイバー攻撃による被害を未然に防ぐため平時の通信を監視攻撃の予兆を検知すれば相手方のサーバーに侵入し無力化を図ります防御対象は政府機関や電力金融港湾空港などの重要インフラを想定します昨年2023年9月に名古屋港がサイバー攻撃に遭って物流が止まりましたよね。 おそらく台湾有事を想定して日本がどれぐらい混乱するのか実験したのでしょうなのでいち早く法案成立をしないといけない状況なのです中国や北朝鮮ロシアなどによるサイバー攻撃に対する懸念が高まり政府は2022年末に改定した国家安全保障戦略に導入方針を明記しました導入にあたって通信の秘密の保護をうたう憲法など現行法との整合性が焦点法整備には 承諾なくデータへアクセスすることを禁じた不正アクセス禁止法や電気通信事業法などの改正が必要で適用例外規定を設ける方向で調整していました政府関係者は通信の秘密に関する正面からの議論を避け論理を組み立ててきたと語りますしかし内閣法制局は法案提出に向けて通信の秘密の議論にきちんと向き合う必要がある 両県の厳格化などを指摘、内閣府幹部は内閣法制局が清水の舞台から飛び降りなければ早期の法整備は厳しいとの見通しを示しました政府は論点整理のため5月にも憲法学や情報通信分野の有識者による会議を立ち上げる予定だったが流動的となっていますこの内閣法制局が清水の舞台から飛び降りなければ早期の法整備は厳しいというのは 国会で答弁はしたものの責任は負いたくないという姿勢でいるのがわかりますね。安倍元首相は集団的自衛権の行使を容認させるべく、内閣法制局の長官を交代させていますから、岸田首相の手腕が問われるところですよね。河野大臣も再エネタスクフォースの構成員で大林美香氏を選んだように、執念を持って岸田首相に進言してもらいたいものです。ちなみにこちら。日経新聞。同じ4月30日の記事です。能動的サイバー防御。 5月にも有識者会議法整備に向け日経新聞は有識者会議の開始は決まったと報道していますね政府はサイバー攻撃を未然に防ぐ目的で相手のシステムへアクセスする能動的サイバー防御の導入に向けて有識者会議を設置します5月にも初会合を開きます秋に想定する臨時国会での法整備を念頭に具体的な論点を詰めますやはり狙いは秋の臨時国会ですね早くやらないといけませんね そこで時事通信に戻ります岸田文雄首相は4月19日の参院本会議で検討を要する事項が多岐にわたるが可能な限り早期に法案を示せるよう検討を加速すると強調したが自民党内では政府の対応が遅いことに苛立ちの声も出ています党デジタル社会推進本部は早期の法整備を強く求める提言を発表サイバー空間は今や常時有事だ 関係者からの危惧や懸念はピークに達しつつあると危機感をあらわにしましたそれがこちら毎日新聞の4月10日の記事です4月10日なのでかなり前です党も遅いと焦っているので高市大臣が苦言をポストするのもわかるでしょう自民 PT が能動的サイバー防御の提言原案ジョージ・ユーと指摘自民党のサイバーセキュリティに関するプロジェクトチーム PT は10日 サイバー攻撃を未然に防ぐ、能動的サイバー防御、ACD の早期法整備などを政府に求める提言の原案をまとめました。サイバー攻撃の被害が常に発生していることを踏まえ、サイバー空間は今や常時有事だと指摘。我が国の対策は、未だ道半ばだとして、抜本的な対策強化の必要性を強調しました。この状況は国民にも全く知られていませんよね。 これは高市大臣がポストすることで少しは知られるようになったと思います提言案は関係者からの危惧や懸念の声はピークに達しつつある対応が遅れれば当然それに比例してリスクは高くなると現状の政府対応への不満を表明その上で法整備を検討する有識者会議の早期開催と法案の早期国会提出を求めました高市大臣は2年前からセキュリティクリアランス法案の国会提出に向けて テレビ番組などで岸田首相に対してプレッシャーをかけ続け続てきたわけです。それに対して河野大臣は一体何をやっているのか分かりませんよねそりゃ党も早くやれと怒りますよね10日にあった党会合であき明前幹事長は「専守防衛の呪縛にかかり前に進まないのはダメだ」と述べました ACD をめぐる自民公明両党の与党協議も始まっておらず自民からは早期見直しを求める声がさらに強まりそうです 能動的サイバー防御はサイバー攻撃の予兆があれば相手のパソコンやサーバーに行って攻撃しないように防御するわけですしかしサイバーの世界でも選手防衛を貫けば防御はできませんこの選手防衛にこだわっているのが公明党ですなので時効の協議も必要なのにそれも動いていません提言案は他に中国が偽情報を含めサイバー空間でも圧力をかけている台湾との連携を重視 台湾との窓口機関である日本台湾交流協会を通じて知見の共有を強化すべきだとも明記しましたこれはもうまさしく台湾有事を想定していますね悪意のあるハッカーに対抗するいわゆるホワイトハッカーを育成し人材情報を蓄積するサイバーガーディアンリーグ仮称の創設も盛り込みました世界最大のハッカーがいる国が中国ですそして北朝鮮も非常に腕が良いです アメリカはロシアの情報をハッキングで抜いているのでウクライナ侵略も事前にウクライナへ警告していましたなので日本もハッカーを育てていかないといけませんサイバー脅威の早期探知には民間との迅速な情報共有が不可欠ですこのため官民連携のための新組織創設も含めた仕組みの在り方を検討すべきだとも提案しましたトヨタの関連会社もサイバー攻撃を受けて工場が止まりましたよねなので官民連携の仕組みも作らないといけません そこでこちら。日経新聞の1月21日の記事です。社説、能動的サイバー防御の指導を遅らせるな。岸田文雄内閣が喫緊の課題に掲げた。能動的サイバー防御の実現に向けた取り組みが父として始まらない。日本を取り巻く安全保障環境は厳しさを増す。いち早く前に進めるべきだ。2022年12月に閣議決定した国家安全保障戦略はサイバー安保能力を。 欧米主要国と同等以上に向上させる方針を示し攻撃を未然に防ぐ手法である能動的サイバー防御の導入を具体策として明記しました翌23年1月末には早速内閣官房にサイバー安全保障体制整備準備室を設けました準備室は昨年秋に有識者会議を立ち上げて課題を整理し24年の通常国会に必要な法案を提出すべく準備を進めるはずだった ところが未だに有識者会議さえ発足していない。不可解な先送りだ。内閣は理由を説明すべきだ。なんと昨年秋に有識者会議を立ち上げる計画だったそうです。これが今月になりそうですので、約半年は遅れていますね。何があったのでしょうか。一説によれば今国会ではセキュリティクリアランス法案という重要法案を提出するので、さらに重たい能動的サイバー防御をするのは政権の体力が持たないので見送ったとの話があります。 しかし昨年秋に有識者会議を開かなかったのは理由になりませんよねいずれにせよ岸田政権の低い支持率が影響していると思われます政府や重要インフラへのサイバー攻撃が絶えないウクライナや台湾の状況はサイバー防衛の死活的な重要性を示すサイバー防衛の強化は待ったなしの課題だ現行の日本の法制ではサイバーの世界でもあくまで攻撃されてから対処する専守防衛が原則だ たとえ侵入や攻撃が始まってもすぐに探知するのが難しいこの左巻きの専守防衛はいつになればなくなるのでしょうかね戦後レジームの脱却が必要です米ワシントン・ポスト紙の昨年夏の報道によると防衛省自衛隊のシステムに中国軍ハッカーが侵入した事態を日本は自分で察知できず20年秋の米国からの通報で初めて知ったというありましたねこれ。 アメリカかかからら教えてもらうまでで一切気づかなかったのですよということはアメリカからもハッキングされているということになりますがそれも気づいていませんでしたこのような状態では同盟国や同志国は機微な情報を日本と共有するのに慎重になるサイバー防衛のための国際連携や有事の共同軍事作戦も難しくなるなので早く法整備をしないといけないわけです専守防衛をアホみたいに叫んでいたらアメリカも守ってくれなくなるわけです サイバー攻撃は一度始まってしまえばすぐにシステム停止などの被害が生じる平時から情報システムを監視して予兆を探知し攻撃の目を未然に潰す能動的な防御がどうしても欠かせない平時の対応こそが大事なのであって有事になって対応したのでは遅いわけですまず重要システムへの外部からの接続を監視する必要があるそれには通信の秘密を定めた憲法第21条の解釈や その実務規則である電気通信事業法の見直しが課題となる敵の攻撃プログラムを無効化するには不正アクセス禁止法の改正が必須だ自衛隊法や刑法など他の法制の課題もあるもういろいろ改正をしないといけないぐらい重たい課題のようですねなので後回しにしたのでしょうか河野太郎にこんないろいろな法整備が果たしてできるのか疑問ですね社会的合意が成立する制度設計は決して優しくなく それが先送りの理由とも言われるだが憲法改正なしで法整備は可能と話す有力憲法学者もいる政治状況は厳しいが早く指導させてほしい今回内閣法制局が憲法改正なしで法整備ができる旨の答弁をしましたのでそれでも抵抗しているにせよ秋の臨時国会でいろいろな法改正ができるかどうかですそこでこちら朝日新聞の1月26日の記事ですサイバー攻撃対象 法案提出見送り通信の秘密保護懸念拭えず海外でサーバーに侵入し攻撃することなどで国や重要インフラへのサイバー攻撃を防ぐ能動的サイバー防御導入で政府は当初検討していた通常国会への関連法案提出を見送る通信の秘密を保障する憲法21条との兼ね合いなど法解釈をめぐる調整が難航岸田政権の支持率が低迷する中 賛否が割れそうな法案の審議は難しいとの判断も働きましたこれは内閣法制局の答弁が出る前だったこととやはり支持率が低いことから法案の提出を見送ったのでしょうしかし秋の臨時国会では通りそうですので早く法案を提出してほしいものですそしてその秋の臨時国会には自民党総裁選が行われた後ですからさあ一体誰が総裁になっているのでしょうかもし高市総理が誕生すればこの法案はすぐに提出されるでしょう ということで、能動的サイバー防御が大事だということをご理解いただけたと思いますので、この法案がどうなるのかも注目していきましょう。また新たな情報が入りましたら動画をアップしていきますので、よろしければチャンネル登録と通知ボタン、そして高評価とコメントもよろしければお願いします。またこのチャンネルを応援してくださる方はメンバーシップの登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。